株式会社東京楽天地は、阪急阪神東方グループに属する企業である。東京都墨田区金市町周辺を中心に、映画工業や不動産業などを営む。1937年創業。1937年2月27日、金市町駅前に建設されたレジャー施設。高等劇場、本所映画館、立津劇場、金劇の映画館4館という儀施設。 そして、須田町食堂を誘致しまた、吉本工業と提携した高等科月劇場を設置。戦後、校内にキャバレーを中心とした飲食店を配置。また、1950年、校内に国営競馬場外馬券売り場を誘致したことで、日本中央競馬会との縁が生じる。同年、高等科月劇場後に、松竹風切り館の金視町映画劇場を開場。 取締役社長に、吉岡重三郎、取締役に、旗豊吉、長場高生、関西役に、今村新吉、真鍋八千代。1953年、遊戯施設の楽天地開館、スポーツランドを開場して、傍らに観覧車を開設。同年8月屋外遊戯施設と、スポーツランド屋上を結ぶ空中ケーブルカーを開設。11月には、 パチンコ遊戯場を改装して、高等文化劇場を開場12月には、高等地下劇場を開場1954年、東方洋画系のリッツ劇場と、児童向け映画館の芽生え座を開場1956年、楽天地天然温泉会館を開場1961年には、高等劇場を、攻撃ビルに本所映画館を、 本所ビルにそれぞれ増改築して、面目を一新した。また、東京吉本も隣接して1951年に、大英風切り館の高等吉本映画劇場と1952年に、小築洋画系の高等可決映画劇場を相次いで、開場したため、映画館は休館を要すようになった。1971年9月、本所映画館を閉館して、ボーリング場に転換。 楽天ジビルへ改築後、編集リビンが入居していた頃の楽天ジビル1981年から1986年にかけて再開発を行い全面改築。この時、商業施設は、系列の阪急百貨店ではなく、西武セゾングループの声優を誘致。1986年11月5日に、声優と西武百貨店が出資した。 株式会社金市町西部運営による百貨店金市町西部店が開業した。その後、株式会社金市町西部は1997年3月に声優へ吸収合併され、声優本体運営の金市町西部店となり、1999年6月16日には GMS 業態のリビン金市町店へ業態変更。リビン金市町店も 楽天チビルのリニューアルに伴い、二千十七年十月九日に閉店。地下一階に店舗機能を集中させた声優金視聴店として二千十八年九月六日に再開業。残りフロアは金視聴パルコとして二千十九年三月十六日に開業した。九百九十九年七月、それまで運営していた映画館、高等劇場、本所映画、 リッツ劇場、金劇、金市町スカラ座1.2を8スクリーンのシネマコンプレックス方式に改装し、金市町シネマ8楽天地としてリニューアルオープン。2006年4月、オリナス内に東方シネマズ金市町のオープンに伴い玄関名に解消し、同時に4スクリーンに縮小した。2018年7月をもって休館し、 改修工事を得て2018年11月中旬に東方シネマズ金視町楽天地としてリニューアルオープン。スクリーンがオリナスとの投資番号となったほか、それまでの全席自由席をやめ、指定、入れ替え制となった。座席数サラウンド EX、DTS は全スクリーン対応。1951年、戦争時は観音堂再建資金年出のため、 浅草公園ドック東側の通称、氷炭池を売却。その南半分を楽天地が取得、松竹系の画場、浅草に東方系が乗り込むことになった。購入した池を埋め立て、1952年9月に浅草宝塚劇場と浅草宝塚地下劇場を会場、映画と実演の興行を行った。また、 残り半分の敷地には1954年4月に小規模の遊戯施設を設置した遊園地を会場。その後は遊園地を取り壊し、1964年10月、浅草東方劇場を設置。浅草宝塚劇場は1969年7月、楽天地浅草ボールに転換。1939年頃、浅草公園にあった食堂遊園地。 浅草楽天地とは異なる。1964年にオープンした東方の邦画風切り館。定員575人。末期には邦画の旧作をオールナイトで特集上映するなどバラエティに富んだ企画も行っていた。ドルビーデジタル及び DTS は閉館まで一貫して導入していなかった。設備の老朽化などを理由に2006年2月13日閉館した。 取り壊された戦争東方劇場と楽天地浅草ボールの跡地には東京楽天地浅草ビルが竣工。2015年12月商業施設丸ごと日本とリッチモンドホテルプレミア浅草が開業した楽天地天然温泉法店の湯楽天地天然温泉法店の湯は東京楽天地が運営するスーパー銭湯。2005年会場 化石海水タイプの温泉を使用しており、露天風呂の一部の浴槽では、源泉掛け流しを行っている。ABCDEFGHIJKL 株式会社東京楽天地、第121期有価証券報告書、株式会社東京楽天地定款第一章第一条1986年時点で、西部の名は冠していたものの、西部鉄道から独立した。 流通系グループとして存続していた。株式会社金市長西部は、1991年6月に、株式会社八王子西部と合併したが、1997年3月に、声優本体と合併している。下町に、商船の大波朝日新聞1986年11月11日、8面、声優金市長西部の営業権取得。 日経流通新聞1997年2月27日、9面。声優、新、創業へ、変革急ぐ日経流通新聞1999年6月22日、4面。氷炭池見売り浅草観音の本堂再建資金に、朝日新聞昭和26年7月13日3面。ありがとうございます。